じゃあ OK ですとか、ね、じゃあ OK ですってなんか一回話変わっちゃいますけど、どよめいたのは、なんだっけ、若松さんが、なんだっけな、神楽の父ちゃん編かなんかの時に、テストと本番と全然違ってて、本番が結構めちゃくちゃあったんだけど、はい、OK ですって言った瞬間に、中がどよめいて、OK なんだ、OK なんだ。おやおやおや、動揺してしまいました。すいません、もろに動揺しました。大丈夫なんだみたいな、まあ、その動揺動揺は僕らじゃダメなんだろうな。そういう動揺動揺だから全然テストと違うテンションで、なんだっけ、まっちゃん砲、戦艦が来てなんか呼びかけるところの方が、確か制作の中本さんだけ中はプレスコ状態で声に後から合わせますこのカット伸ばしますとかそう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 、かっこいい、かっこいい、そういう業界の神と言われるだけある。昔やってたアニメで、あの若本さんが敵で出てきて攻撃をしてくるんですよ、ドーンって。で攻撃してきて、それを主人公が跳ね返して、若本さんがその自分の攻撃でやられるっていうシーンがあって、ぬるーって言って攻撃してやられるまでが一連のずっとぬるー跳ね返って、若本さんいつまで俺攻撃してんだって、若本さん攻撃してるつもりだったらしい、もう死んでるんですから。Thank you.